はい、アッサー許可しましたね。やりましたね。ノーバンド3効果で。いやいや。3対2です。バンバンバンと。あ、そうですね。ゴール入りましたね。バンバンバンと。チアゴ、ナイス、柳とバンバンバンと。そうですよね。チアゴアウベスが PK を取った後のこの2点目、うん、はい、ヨルディバイスにこの PK をプレゼントすると、はい、そう、それすごい、あれはちょっと ね、やっぱチームとして、うん、まあ、ブラジル人ってどっちかというと自分で決めたいと、はい、やっぱり自分がゴールを決めるんだっていうのが強いので、うん、そのあたりこの渡すこういうこのチームワーク、チーム全体でこの昇格に向けて歩んでる、それがちょっと見えましたよね。あ、もうチームワークというか、うん、いや良かったです ね、このバイス選手の私はリストバンドを今日してたんで、この120個限定うもうみんなが買えないのに自分で並ばずに後輩に並んでくれました。炎天下なんか1時間ありがたい並んでいただいて並んでいただいて、もう本当にそれはね、これパワーでバイスはね2点目決めてくれましたし、ね、この木山監督が、うん、やはり我慢もしながら、はい、みんなで勝ちに行くぞというようなそのメッセージを、やっぱり強いメッセージを監督が流してくれたから、うん、やっぱりこのゴールをね、柳選手のヘディングですよ。そうですよ、柳選手188センチありますから、はい、なんでもゴールした後みんながもう飛びついていきましたけど、もう微動だにしなかった微動だにしなかったですか、強かったですよね。ウニパスタ効果があったの、ね、ウニパスタもね食べてたんでしょうね。やっぱウニパスタ食べないとあんな体にならないんですかね。そんなウニに効果あるんですか、ね、いやいや、もうちょっと僕もウニパスタ食べるかな。ダメだね、もっと足しになったんですかね。いやいや、でもね楽しみですよね、うん、これで勝ち点が51になりました。51になりました。仙台ですよ、はい、正しい仙台と大宮、うん、これ大宮が勝ったということは仙台もでも横浜FC は57ですよ、うん、まあ、試合してないですからね。で新潟も56、はい、で仙台55のまま岡山51になりましたから、あと4差ですよ、3位まで12試合になったんですか ね、 今日の終えて、いやー G1 上がったらやっぱ違うんですよね、景色が、まあ、全然違うと思いますね。これね、残りの試合また僕とカジいますから、はい、来てくださる、ダブル解説で呼んでいただいて、はい、バンバンカジカジとちょっと騒がしいかもしれないですけど、カジカジってどういうことですか。いや、カジがもうカジカジ言うんですよ、カジ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 って言いますから、もうバン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 カジ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 、いや言ってなかったですか、これもこいつ2人でやった時は言いますから、カジカジバンバンって、はい、いや、もう賑やかにやんないと、やっぱそうやってね、勝つためには、確かに、昇格するためには、優勝するためには、やっぱ賑やかに。でも質問、誰もね、うん、岡山人たち質問してくれなかったですね。なんか質問ないですかって言ったら急にみんななんかこんな感じになって、バンダさん昇進してる、ちょっとどうなんですかね、ちょっと恥ずかしがり屋の感じもあるんですかね、まあでも恥ずかしいけど、やっぱ皆さん J1 昇格してほしいっていう気持ちはみんな拍手してたので、ね、今日の試合勝ったことで J1 昇格に一つ近づきましたから、いや、かなり近づいたと思いますよ。こっからですからね、このやっぱ8周はやっぱりこれも最大の目標として置いといてほしいですよね、うん、その目標があればそこに向かっていけますから、はい、はい、じゃあ J1 昇格に向けて応援しましょう、はい、頑張れファジアノ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 おばんざいポーズ